えー、こんにちは今回も返信をさせていただこうと思います前回ねあの私はそれについて答える立場にありませんっていうのが自民党っぽいよねってことを話しましたまあこれについてどのように感じるかなんですよこの自民党っていう言葉がもしね悪いもんだという先入観を持って自民党という冠がついたら1から10まで全部悪なんだと思う人もいればいやそうではないよねと自民党も ある人の役には立っている。だからこそ選ばれ続けるんだよねっていうふうに感じることもできます。やっぱり人っていうのはね、悪いことをするよりもいいことをしたがるもんなんですよ。じゃあそのいいことっていうのは誰にとっていいことなのか、誰にとって悪いことなのかっていうふうに考えていくと答えがちょっと見えてくるのではないかなと思うんですよ。まあ自民党は言うまでもなく高い、えー、支持を得て,得てですね、政権与党の座に ずっといるわけなんですよ、ね、その自民党が政権与党の座を外れたことっていうのは3年半ぐらいしかなかななったわけなんですよあとはね何十年も日本の国家運営をして世界の中でも日本といえば自民党なんですよね普通は二大政党制って言って自民党を脅かす政党があってですねそうでった勢力があってどっちに転ぶか分かんないって感じなんですけどもまあ日本っていうのはきれいに自民党なんですよね。 これ中国共産党と同じぐらい一つの、うん、政党がですね、まあ、世の中を貫いているということになりますけどもさあその中で私が言いたいのは自民党だから全部 NG なんですかってことですよでその前に私が前回お話した私は答える立場にありませんとかねそういった言葉っていうのがこれおかしなことなのかなって考える必要があるんですよ答えをはぐらかしている 本当は答えれるんだけども、だけども都合が悪いからごまかしていると取ることもできますが、確かにその立場にないということがはっきりしているなら言うべきではないですよね。えー、例えばね、えーまあま、そうですね、防衛庁の決断内容を消費者庁が答えることは立場にないと言えますよね、確かに。だから、内閣で決めることを 総理個人が経験に立場のあるところで言うべきではないなとこれも筋通ってますよねだから必ずしもそれは私に答える立場にないそれを決める権限は自分にはないということがいいのか悪いのかってことはねこれ分かんないわけですよだから分からない以上良いも悪いもないわけですからまだ決めかねているところということなんでしょうねで自民党にちょっと話を移しますけども 自民党っていうのはね、やっぱりよく見てみると、その自民党という党の中に、さまざまな派閥があって、場合によっては同じ自民党なのに、180度違う方向を向いてたりするんですよ。で、えー、まあ、安倍菅政権っていうのはね、たまたま、今回私たちが9年近く経験したような、まあ、一言言うとね、弱者切り捨てなんですよ。トリクルダウンといって、まずは、止めるものが、もっと止むこと。 そうすることによって、その、富の果実がですね、中間層や低所得者層にこぼれ落ちてくるでしょっていうふうな形だったんですよ。でもこれはこぼれ落ちなかった。なぜか。そう。例えば企業。大手企業、大きな企業。一流企業が製品を作るときってだいたい下請けに発注しますよね。今までの日本型の商売なら、下請け企業は日本国内にあった 自分たちに縁のゆかりもある会社だったわけなんですよ。つまり日本人相手に取引が行われていたんですよ。でも時代が変わりトリクルダウンが大手企業から下請けの日本の中小企業に行かなくなりました。これは下請けに出すべき中小企業が海外の人件費の安い会社に移ったからなんですよ。ファーストリテイギングって会社なんてのは適面ですよね。大きな利益を上げるということはやっぱり中間経費を どれだけ抑えるか。特に人件費。高い人件費の日本人を使うのか、同じ商品ができるなら、相対的に人件費の安い日本以外の国の人を使うのか。これはグローバリゼーションの、まあ、一つのね、特徴だとも言えます。経営者にとってみたら、まあ経費っての安い方がいいですからね。そういうふうになるのは致し方がないかなと思うんですよ。外国人労働者が日本に来て、 コンビニのレジを売っている。これも一つのそのあられだと思います。ちょっとね、話が随分、あらの方向に変わってきましたけども、自民党といってもいろんな考え方があって、消費税をなくそう。消費税をもっともっと安くしよう。一般庶民国民に暮らしやすい世の中にしようという動きもあります。でも自民党の特徴としては、既得権益、お金持ちになった人、投資家さん、そういった人たちの まあ献金によって成り立っているところがあります。そうなるとそういう人たちに恩返しをするような政策を組むようになりますよね。自民党に政治献金をしない。自民党を応援しない。自民党を批判する。こういう人たちの政治は作らないと思うんですよ。で、私はね、今回岸田総理がその罪についた時に多くの方が岸田はダメだというふうに批判する中で、 いや、岸田総理に決まったんで、まだ何もないよと。とりあえずは、期待して信じて応援してみましょう、みたいなことを放送を繰り返したと思うんですよね。まだバッターボックスに立っただけで、ボールも飛んできてない。つまり、スイングの、モーションにも入ってないような選手を、なんでここまでこき下ろすのかな、と思うわけなんですよ。 でも、菅総理をその罪につけた人たちは確実にいたわけですよね。ということは菅総理は、そういうふうに自分の立場を作ってくれた人にこれから恩返しするし、自分を批判する人のために何かをやろうとは思わないんじゃないかなと、私は思うんですよね。まあ、ですんで、まずは重大な失敗をしたりとかね、スキャンダルが起きるまでは、何一つ叩くことなく、ドーンとやってもらいたいなと思うわけなんですよ。 自民党だからといって全部を否定してるわけではないですし、それは一つの人間の側面なんですよ。そういうふうに私は考えてます。で、いろいろと申し上げました前回の動画ね。あの、私が言ったからといって、そうなんだと気にする必要はありません。私自身考え方がコロ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 変わります。なぜ変わるかというと、それは新しい考え方を私はね、よく受け入れるんですよ。まあ、ですんで、違ったかなと思ったら別の考え方にどんどんシフトしていきます。まあ、ですんで、 考え方が変わらないと一つのつまずきで心を深く傷つけたら考え方が変わらないんでずっとそれをね根に持っちゃうんですよいわゆるトラウマ化しちゃうんですよねでも例えば過去に起きた苦い思い出とかやっちゃいけないような失敗も考え方を変えるってことを受け入れてみるとあなるほど他の人にできない経験をしたから自分には他の人に分からないような考え方ができるんだろうなっていうふうに捉えることもできますしその他の考え方に 変化していくこともできると思います。ね。まあ、ある特定の女性に迷惑をかけてしまったと。じゃあ、逆に言うと、迷惑をかけずに、モデルケースのような、精人君子のような男性ってどっかにいるんですかと。男性である以上、女性に迷惑をかけます。そして、女性である以上、男性に迷惑をかけます。その中で、いたわり合って、励まし合いながら、うん、傷つけ合った部分を、 許し合って人は生きていくんではなかろうかと思いますしそういうことをね許し合える人とまあ仲良くやっていければいいんじゃないかなといつまでも昔のことを根に持ったりとかね気に病んで次のステップを歩めなかったりそれを誰かをね攻撃するエネルギーに変えちゃう人と付き合っているといつその攻撃の矛先が自分に向いてくるか分からないんで怖くってやってられないですよね <laughs> まあですんでなんかねその鈍感力と言いますか 自分の痛みに鈍感になり他者の痛みに敏感になる、まあ、こんな考え方で私はね、えー、生きていきたいなと思うわけなんですよそれはやっぱり不安はありますよ、うん、恐れもあります挫折もあるかもしれませんまあけどね言ってみれば私は普通の人間ですから大層な失敗も成功も今のところできてないんですよねうん 何かがあったとしたらそれはさざ波程度のもので深く落ち込んだりなんか気に病んだりとかね有頂天になったりってその程度のことが起きてないんですよねなんとなく生まれてきていろんなことがあったけどもボーッと生きてるみたいな感じですかね私の場合はだからまあこういうのをね人から見ると頭の悪いやつっていうふうに私は見られるんですよね頭のいい人は、うん、いろんな体験を深く考え込んでそれを突き詰めてね どこに原因があっったんだって考えすぎちゃううんんだととと思思いますすすす私から見るるね考考ええぎぎでよて明るくなったり楽しくなったり嬉しくなったり成功に近づけばいいんですけども大抵の場合は考えすぎて消極的になったりネガティブになったり自虐的になったりするわけでしょだったら考えない方がいいかなと思ってる程度でございますね <laughs> じゃあ今回の返信は以上のようにさせていただきましょうか、うん、特に私のね考え方にこう すり合わせる必要はなくってまあ、様々な事象があり様々な経験がありまあ、様々様々なのかなっていうところですよねまあ、気楽に行くところも必要じゃないですかねそれじゃあ本日は以上ですありがとうございました